ボートレース平和島 G3 第30回キリンカップ予選ファイナルシリーズ4日目の攻防は最終カードを迎えました。記者選抜第12レースが始まりました。出走メンバーは1号艇石野貴之、2号艇森貞浩二、3号艇鈴木重政、4号艇前田達樹、5号艇中田智也、6号艇大谷直弘、以上の対戦です。スタートまでは50秒を切りました。インコースは1号艇の石野貴之、人気は断然です。このレース勝てばポイントは 10.14、 予選トップ通過が濃厚となります。2コース生は2号艇の森貞浩二、森貞は明日の準優勝戦に向けては大敗6着は避けたいという一戦。センター3コース3号艇の鈴木重政、地元の鈴木はこのレース3着を取れば予選突破となりそうか。引いて角1、4コース生は4号艇の前田達樹、前田は準優は安全圏となっています。5コースは5号艇中田智也、サイアウト6コース6号艇の大谷直弘。定番通り3対3と分かれました。風はホーム向かい風、風速は3メートル前後のコンディションです。人気の1号艇石野の陰線です。第12レースはインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。一周1マークへ向かっていきます。先行争い、まずはインコース1号艇の石野が1マークを先制していきます。2コース差し構えは2号艇の森貞、後方からは3番、4番、5番と続いていきますが、インコース1号艇石野、ここは逃げる体勢。バックの中間地点に向かってはリードは2停進。2番手は2号艇の森貞が優勢に運んで、その後ろは3番テラスイ、3番、4番が現在は並走。スタートは前提正常でした。2マークは1号艇の石野がトップターン、2番手は2号艇の森貞ですが、内側から4号艇の前田がやってきました。さあ直線コース4番の前田が一気に2番手浮上で、体勢は1番、4番、2番と変わっています。レースは2周目に入りました。先頭は3停進から4停進のリード、1号艇の石野貴之、2番手は4号艇の前田達樹、3番手は2号艇森貞浩二で、2周目1マークを旋回。奪還を狙って2号艇森貞も追っていきますが、4号艇の前田のリードは現在は3停進ほど。前の体型は変わりなく1番、4番、2番となっています。3番手の後ろは定冠離れて、後方は3番の鈴木が4番手、5番手は5番の中田、最後方は6番の大谷が追走しています。2周目2マークから直線コース、先頭リードは1号艇の石野貴之、リードはさらに広がっていきます。2番手は4号艇の前田達樹、3番手は2号艇森貞浩二、先頭から2番手、2番手から3番手の定冠それぞれ開いてきまして、最終バックスレッジへ立ち上がっていきます。3番手の後方も定冠離れました。後ろは3番の鈴木、5番の中田、6番の大谷の順となっています。残り半周を切りました。第12レース記者選抜、先頭から1番、4番、2番の体型は固まりまして、ラストコーナーを旋回。この1着でポイントは 10.14、 予選トップ通過ということになりそうです。1号艇の石野が先頭。第12レースの記者選抜、先頭は1番の石野、1着でゴールイン、2着4番前で、3着は2番森貞、ゴールイン、後ろは3番鈴木、5番中田、最後方は6番大谷、ゴールインです。